こんにちは。今日は前回の日よけ帽子のサイズ違いを3パターン作って表にしてみたので、この表を見ながら簡単に説明をしていこうかなと思います。こんな感じで実際に3つ編んでみたんですけど、まず1つ目が親子で被っていただけるかなということで編んだキッズサイズ、カラーナンバー33番を4玉使いました。表はこんな感じで、遠いが46から48センチ程度で、ここに段数が書いてあって、編み方で段数ごとの目の数がここに書いてあって、でここは前段との目数の差が書いてあります。詳しく見ていくと、かぎ針7号で1段目が、これは輪の作り目から鎖編み3目で、輪の中に長編みを14目で、目数が15の長編みの円ができるので、次が2段目で立ち上がりを編んで、根元に長編みを1目、そして次の目からはすべて増し目を編んで、目の数が倍になります。で3段目は根元の次の目から増し目を編んで、あとは 1V を繰り返します。4段目は立ち上がったら根元の次の目から 1V を編んで、そしてその次の目からは 2V を繰り返します。5段目は増減なしで、6段目は立ち上がりを編んだら 3V で、残りは 4V を繰り返します。そして7段目から12段目まで6段分模様編みを編んで、13段目は立ち上がったら 4V、 そして残りはすべて 5V で、14段目は立ち上がりを編んだら 2V を編んで、そして 6V を繰り返し編んでいくと、最後に目が3目余ります。そして最後15段目は立ち上がったら 6V を編んで、残りはすべて 7V を編んで、最終的に目の数が108目という感じで編みました。そして今の青い帽子からさらにちっちゃくなって、この真っ白なカラーの糸を3玉使って編みました。結構派手めにポンって飾りをつけても可愛いかなと思います。真っ白なこのちっちゃめサイズが遠い40センチから42センチ程度、白いカラーを3玉使いました。で7号で、あとは同じですね、編み始めは同じように編んで、赤いところだけ根元に編んで、それ以外は鎖3の次は根元の次の目から編んでいきます。でこれがね、ちょっと12段目がすごくややこしいんですけど、鎖3目根元の次の目から 1V で 3V、 次が 3V で、次の目からは 2V、 3V、 3V っていうのを5セット繰り返して編みます。そして今見ていただいたこの帽子とこの帽子の間ぐらいで編みたいという場合は、この白い方の編み方を見ながら、かぎ針の号数を7号から8号に変えてもらうと、ちょうど間ぐらいの大きさに仕上がりますし、同じようにこの帽子の編み方を見て、かぎ針だけ7号から8号に変えてもらうと、これより少し大きく仕上がるので、こんな感じでお子さんの頭位に合わせて調整してみてください。そして最後が大人用なんですけど、これも7号で編んでいるので、少し大きくしたい場合は8号で編むと少し大きくなるんですが、さらに大きくしたいという場合はこういう感じで編んでみるといいかなっていうのを作ってみました。でこれも本当は実際に同じ糸で編みたかったんですけど、子供用を編んだ段階で糸の在庫が足りなくなってしまったので、別の糸で編んでみました。なのでマリーナブークレーが何玉必要かというのがちょっとわからないんですけど、全体のバランスは悪くないかなと思うので、この編み方表は参考程度に見ていただいて、側面の段数の部分とかはね、実際に被りながら微調整していただければと思います。ということで、今日は前回の帽子のサイズ違いの編み方表の紹介でした。次回の動画は先日ちょっと失敗した大きめバッグのミニパンを手持ちの糸で編んでみようかなと思うので、よかったらまた遊びに来てください。今日は以上です。ありがとうございました。